山田町に着きました。今ここを歩いているところは何だと思いますか？3.11 の、起きるまではここに、山田線が走っていた、電車が走っていた場所です。もう面影もほとんど分からず、入るのはこのちょっと石して、その向こうなんですが、これも驚いてるんですが、かさ上げが、あれ奥までずっとかさ上げが続いてるのか、それともあそこの向こうがまたどうなのか分かんないですけど、とにかくものすごいかさ上げが進んでます。昨年の10月ぶりなんで、11、12、1、2、3、4、結構7ヶ月とか経つと進むもんだなと。いや、とても気候が気持ちよく、日差しが暑いですが、すごく海風が気持ちよくて最高の状態なんですが、復興もちょっと進んでいるという状況は、被災地といえども、嬉しいと思っていいんだと思います。もう電車がどこに走っているのか分からない、ただここの電車 JR から三陸鉄道になって、走ることになりそうなので、またどっちかに駅ができたりとかでと思います。またどんどん昔の同じではならないと思うんですが、素敵な山田の町になるまで何度も何度も通いたいと思ってます。震災の前から、あとで山田の写真なんかも、海の写真見てもらいたいんですが、僕が一番好きな海の景色の一つが山田の一家の景色で、もともと防波堤があったのかも見えなかったんですけど、今、こういう状態です。すげえな、あそこ平らだったんですよ。平らで駅